羊蹄山麓には湧き水ポイントが6箇所あるそうです。その中のマッカリ村の羊蹄山の湧き水を汲みに向かいたいと思います。そしてその隣にはマッカリ豆腐工房湧き水の里というお豆腐屋さんがあるようです。楽しみにして向かってみたいと思います。それではご覧ください。これだ。左方向です。続いて目的地です。あ、そこで水汲んでるのかな。うん、あ、これですよ。めっちゃ冷たいね、ちょっと。うん。あ、そうなんだ。あっちお豆腐屋さんやの。ようさん組んでいきはったよ。うん、ね、細川たかしのふるさとって書いてある。冷たいね、これ。すごい、すごい冷えてるわ。夏場でもこんなんないわ。もう。どこだ。そうなんですか。お豆腐屋さん。いやいやってから言われた。水豆乳あるよ。水プリンだって。水プリン。水プリンって何なの？水に甘いのを入れたわけ？ありがとうございます。
断点で固めてる、断点で固める。いいね、絶対おいしいよね、これ。すごい、今日の晩ご飯。すごい、マンゴーラフ。わかげ餅。一個もらってたら。すごい枝物とる。すごいよ。これすごいとかあったんだけど。でも良いのも経験で、これが考えられる。スーパーよりめっちゃ美味しいやろ、また。こういうのお客様。これはどうかあるんやろ。はい、どうぞ。どっちかったらね、お豆腐って私あんまり食べないの。これだったらね、食べなくて、シューって入る。うどん感覚で食べてる。ありがとうございます。これつけて食べるの？これ入れて食べる。あ、そうなんだ。普通の？ビーチューで大丈夫。なんかね、ちょっとね、うどん感覚、子供さんなら喜んでた。旅先で冷蔵品は諦めていましたが、発泡スチロールを買い持って帰ることにしました。美味しそうやった。お豆腐。美味しいお水を汲んで、美味しいお豆腐も買って、今からホテルへと向かいたいと思います。業者か、さっきの人業者じゃん。コーヒー屋さんとかみんなこうやって入れてくる。よろしゅうございました。なかなかよろしい。では帰りましょう。レッツラゴー。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。